あんちゃん、ホームランペットさんからいいもの届いたよ。なんと、タヌコハチャンネルに案件をいただきました。えじゃあ、これ何の子なの？なんだろう、なんだろう、これ、なんだろう。かね、タちゃん、いいもの届いてやったんじゃん。タちゃん、箱に乗せられちゃった。これはホームランペットさんからもらったドライブプラスで、ドライヤー機能がついてるドライヤーです。なんだこれ。これはペット用ドライヤーハウスのドライブプラスです。入ってるだけで体が乾く優れものです。入ってるだけで乾いちゃうんだって。説明書だな。買ってみます。大きく見えますが、12歳が持ち運べる重さです。はい、こちらね。こっち、こっちかな。タヌキチはどんなものでも最初に怖がる傾向にあります。かなりのビビリです。すごいね。すごいね。おお。か。アクションだね。アクションか。それ何？それにはタンちゃんも興味津々な。パーツを見せて少しずつ慣れてもらいましょう。柔らかい。柔らかいよタンちゃん。くん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 。柔らかそうだぞ。ペットフードを入れて入るかやってみます。少しずつ慣れてきましたね。じゃあ入ってみようか、タンちゃん。タンちゃん一回入ってみよう。怖くないよ。よいしょ。入るよ。いい。お、かわいいじゃん、タンちゃん。でね、なんとここにね、窓があるんですよ。脇に穴があり、ドライヤー中でもなでなでできます。なでなでできる窓か。ライト。おお。おお、光った。すごい光るじゃん。これ何モード？今ね、快速乾燥で風をね、2にした。いい感じだね。あ、かわいい。お、ちゃんとさ、下からさ出てるのが分かるね。ね、うん、お、気持ちいいんじゃないね。あとどんなモードがあるの？あとは音符、送風、快適乾燥、快速乾燥。タヌちゃんはちょっと大きいポメだね、うん、5キロちょっとあるので音は静かだね。うん。今からタヌキチくんはお風呂に入ります。おとなしく入ってくれることを願います。じゃあ今からタンちゃんを。お風呂怖いな。お風呂嫌いだな。反則で可愛い。ヌキチは皮膚病があるので薬用シャンプーを使ってます。はい、洗いました。
はい、今から拭いていきます。完成です。これから戻って乾かしていきます。まあ、やっと終わったよ。はい、か今度はどこに切れてくの。入ってね。おお、さっきの服切れる。何分ぐらいがいい。60分ぐらい。毛がちょっと今多いから。あら、あっさりした。なんだ、上で音がするぞ。下から出てるのがいいね。音もほとんど全然だね、うん、いいねいいね。ちょっとお子ちゃん、これ持ってきて。今までのやつ、アマゾンで買ったこのワンちゃんとかのを使ってました。そして会員のやつにタヌちゃん入れて、この下とか上からホースを出して、上にもねちゃんとこれ蓋があります。折りたためてね、すごく良かったんですけど、はい、この中にタヌちゃんを入れる形でやってました。今までは割とっていうか、かなり大きな音でこの中にタヌちゃんが入る形になってました。ほら、これと比べたら音が静か。ほら、タヌちゃんも全然リラックスなあの座り方してるし、いいんじゃない？気持ちいいよ。こうやって横脇からね、手が入れられて、この撫でてあげたりもできるので、でこのね、やっぱいいのが下からの風がやっぱいいな。はい、じゃあこのままちょっと入っといてもらいましょう。今までだとお尻やお腹が乾かなくて苦労しました。今50分ぐらい経ちます。タヌちゃんは落ち着いてます。でお尻とか、うん、だいぶ乾いてるね。60分経ちました。オープン。ポメラニアンはダブルコートなので本当に乾きにくい犬種です。しっかり乾いたかチェック。うん、乾いてる。全然。お尻は？お尻も乾い、あ、逃げられた。お、乾いてる。乾いてるってなんだよ。乾いてるね。今回使ってみての感想ですが、今まではドライヤーのたびに大暴れで本当に困っていたので、このペット用ドライヤーハウスドライブプラスに出会えて本当に良かったです。最初は怖がっていましたが、今ではリラックスして寝てくれるようになりました。